超絶シェフブス島がですね、ブス島アレンジで作っていきますので、まあ、いつも通りでございます。とりあえずなんか開けて熱消毒するから多分大丈夫だろう。砂糖、色は似てるんで大丈夫だと思いますんで、まあ、私はねもうオリーブオイルマスターでございますので、もう早いもっこりはねもうこんなもんじゃないですか実際。早い。明日 120% の特攻ブス島です。クッキングシミュレーター実況プレイやっていきましょう。はい、コックブス島でございます。まあ早いもっこりっていう感じでございますね。オリーブオイルマスターでございます。はい、ということで今回ご注文ありがとうございます。ゆっさく様、もう誠に感謝いたします。今回はゆっさく様よりご依頼のカレーを作っていきたいかと思います。このね超絶シェフブス島がですね、今回はカレーを作っていこうかと思います。前回ねなんかカレーがめちゃくちゃだったということだったのでね、大変申し訳ございません。今回大変美味しいカレーをね作りたいかと思います。もうブス島アレンジで作っていきますので、まあいつも通りでございます。とりあえずなんか開けてみるけど何も入ってないという感じでございます。さあ今回はこのようにですね、材料をいろいろと用意しておきましたという感じですね。まあこんな感じです。でですね、まあいろいろ前回ツッコミがいろいろあったんですけど、今回も真面目に作っていきたいかと思います。じゃあ早速頑張って作っていきたいかと思います。それでは行ってみましょう。なんかまあ肩ロース、これねちょっとフライパンすいませんね、ちょっと落としたけど熱消毒するから多分大丈夫だろう。はい、ということで今回ねこんな感じで牛肩ロースとかね使って、今回ビーフカレーをちょっと考えておりますので、まあこういうものを使っていきたいと思います。今回じゃがいもは別で使いたいと思いますので、こいつを切り刻んでいきたいかと思います。はい、という感じでですね、今回まあ玉ねぎをこんなに切っているんですけど、今回ねブス島式ではですね、今回このね牛肩ロース、ビーフでいこうと思いますので、牛肩ロースをこいつをちょっと表面を焼いて中に肉汁を閉じ込めるっていう方法を使いたいと思います。はい、ということでね今回これで焼いていきたいと思います。よいしょ、フライパンを使ってね、あ落ちちゃったや。まあとりあえずまあちょっとなんかまあ肩ロース、これねちょっとフライパンすいませんね、ちょっと落としたけど熱消毒するから多分大丈夫だろう。でフライパンをねこう使って焼くのがやっぱりねプロとして当たり前でございますので、まあこうかけていけばいいのではないか。これでね塩かければ美味しいはずなのでね、これでいいかと思います。これ合ってるよな、あ塩砂糖、はい、ということでね、まあ塩、まあ色は似てるんで大丈夫だと思いますんで、まあこれでねこう焼いておきましょう。胡椒もねいっぱいかけて、まず肉汁をこう閉じ込めるっていうのが大事でございます。こいつが焼けるのをちょっとしばし待ちましょうか。これねよし、こんな感じで、さあ続いていきましょう。さらにですね、ここに今回はまあこういう風にやっておりますが、じゃがいもなんかも実はこれもね中に旨味を閉じ込めるっていうことをしたいと思いますので、こいつを揚げていきます。まあじゃがいもをねこれからフライヤーを使って揚げるわけですけど、まあちょっとこっちの方に用意しておきますので、ちょっとそこまで一気に飛ばしたいと思います。はい、という感じでですね、でこういう風にじゃがいもをフライヤーの中に入れましたので、これでよいしょ、こうやれば上がると思いますんでね、こうやっていきましょう。これで多分ねじゃがいも上がると思いますんで、上がったじゃがいもを今度は切ってやっていきたいかと思います。はい、ということでですね、次準備をしていきたいと思います。次なんですけど、鍋この中にカレーをまあ入れていくわけなんですけど、よいしょ、あうまく乗ったや、おおラッキー。はい、この中にオリーブオイルを入れていきます。もうねもう私はねもうオリーブオイルマスターでございますので、もう早いもっこりはねもうあれですよ、もうオリーブオイルいっぱい入れますからね。もうほら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 、早いもっこりはねもう前回オリーブオイル入れすぎって言ってましたけど、まあ違うあれですけど、オリーブオイルこんなもんじゃないですか実際。早いもっこりはねオリーブオイルマスターでございますよ。これ大量に入れますよ。うん、まあこんな感じですね。もうこれくらいやんないとねもうダメですよ。こんなもんじゃ済まないですからね。でこれでこう入れていけばもうこれでもう大丈夫です。もうこんな感じですね。はい、
これでもうこんな感じでございます。そしたらこの中に今度具材ぶち込んでいきます。はい、ということでね、とりあえず今、この中玉ねぎとオリーブオイルが入っている状態で、あ、肉もいい感じで焼けました。ほらね、今回フライパン使って焼いてるからちゃんと焼けてるという感じです。こいつもバラして肉の中入れていきたいと思います。はい、ということでね、今度はこの中に肉をぶち込んでいきたいと思います。こんな感じですね。まだねやってませんけど、まあ、こんな感じでねこう入れていくわけですよ。ほらちゃんとね、今回はちゃんと切ってるし、玉ねぎも入ってるしね、カレーっぽいでしょ色も。でもね、これオリーブオイルなんですよ。オリーブオイルってこんな便利ですね、いろいろとね。まあ、こんな感じでよいしょ。ほらもうちゃんと入った、これで。これでもう大丈夫よ、これ。ほらこれ邪魔、なんであんなもん入って。オリーブオイルいくら好きだからって瓶ごと入れちゃねダメですよ、やっぱり。まあ、こんな感じで入れていけばいいんではないでしょうか。そしたらさらにですね、さっきじゃがいもを今度やっていきたいかと思います。はい、ここでじゃがいももね、こういう風にこんがり上がっておりますので、この辺のやつをね、持っていきたいと思います。これもね、フードプロセッサーに入れてしまえば、これで OK という感じでございますのでね、これでこう入れてやれば、これでもうこれでポーンとやればできちゃうわけですよ。おい！くそ。そしたらこれもう一回入れて、押せばジャガイモもね全部切られちゃうわけですよ。ほらほら出てきた、もうこれで OK だ。ほらね、これでいいや、いいやいいや、ほらできた。うまいもんでしょ。もう最近調理器具もね便利になりました。これジャガイモも入りましたんでね、これで揚がったジャガイモが入ったという感じでございましょう。よいしょ、ほらちゃんと入れ、はい、よいしょ、入った入った、よしよしよし、これで入りましたという感じで。そしたら今度はこいつをね炒めていくわけなんですけど、もうオリーブオイルバッチリ入っておりますので、これでもうこういう風にやっていけば、もうね、うまいことね、こう、オイルでは、ね、焼けるわけですよ、これ。もう、うわ、こりゃ美味しそうだ、これ。そしたらさらにここに今回の主役ね、カレー粉を後にして、さらにこれ、隠し味、牛乳を入れたいと思います。いや、これね、まあ、よく炒まってからじゃないとダメなんで、ちょっとしばらくお待ちください。おい、包丁どこ行ったんだよ、この野郎。包丁は。もう人させねえだろ。はい、ということで、ね、多分ねだいぶ温まってきたと思いますんで、こいつにですね牛乳入れていきたいと思います。牛乳入れるとまろやかさが増します。その前にカレー粉まだ入れてません。カレー粉これ入れたいと思います。カレー粉もたっぷり入れますんでね、これカレー粉もたっぷり入れましょう。はい、カレー粉もたっぷりこう入れてね、もう何グラム、もう本当は一瓶ごと入れたいところなんですけど、もうめんどくさくなってきましたね、もうだんだんクリックするのも。クリックしたら押してりゃこう入るんだ、知らなかったずっと押さなきゃいけないと思ってましたね。これでカレーがこういう風になるわけですよ。これうわ、これは美味しそうだ、これ、うん、カレーをバンバン入れていきます。はい、こんな感じですね。そしたらもうこれもね、もうこんな感じしてね、カレーも OK と。じゃあさらにここにね、いろいろ入れていきたいと思います。さらにね、人参とか、ああ入れるの忘れちゃったけど、辛みが必要なんで、ちょっとこの辺にんにく、唐辛子、ハラペーノ、この辺を用意しておきました。もうね1キロ以上全部入れてますんでね、相当辛みが増すかと思いますよ。はい、ということでね、いつものようにこのね現代機フードプロセッサー、こいつを使ってやっていきたいと思います。おーん、ウィーンと、はい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 、やっとですよ、やっとですよ。ほらもうね、これ全部ミックスしてますんでね、もうこりゃ美味しそうだ、これ。もう辛みがねこれで増すと思いますんでね、これで優作さんも辛いの大丈夫だと思います。もうね、もういろいろ入れてますから、もう1キロ以上入れてますんでね、これね、もう唐辛子とかもうこれが全部入っちゃうわけですよ、こん中。じゃあ入れていきましょう。おお、こん中入れてもしょうがねえんだよ、大鍋の中に入れたいんだ、これね。これでブス島キッチンではこれを全部ぶち込んでいきます、混ぜたもの。ほら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 、うーん、辛みが増したわ、これで。すげえな。はい、そしてさらにいろいろ色を整えていきたいと思います。さらにですね、ここにですね、今回これケチャップなんかも入れてあげると、トマトなんか入れるとね美味しかったりしますので、この辺も入れていきましょう。もう何でも入れます。ちゃんと入るよ、もう。これでね少しは赤くなるんではないかと思いますんでね、ほらほらほら、カレーっぽく色になってきたでしょ、これ、うん、こんな感じでねやっていきたいと思います。さらにもうお得意のマスタードでございますよ、これ。マスタードも入れていきたいと思います。ちょっとマスタード入れないんだよ。はいはい、行きましょう。マスタードをねこう入れてやるという感じでございます。もうカレーといったらマスタード、ケチャップ、この辺当たり前ですね。
こんな感じ。ほらね、だいぶカレーっぽい色になってまいりましたという感じで、さらにまろやかさを出すためにこいつも入れましょう。蜂蜜ね、今回はいろいろ入れていきたいと思います。はい、もうこれでね、辛さとまろやかさが両方入る感じでございますんで、この辺の分量がね難しいところなんですけどね、まあとりあえず一瓶全部入れてみましょうか。とりあえずね、俺が食うわけじゃないんでね。はい、そして最近ね、あのサバカレーなんていうのも流行っておりますんで、まあ、ついでにマスも入れちゃいましょう。サバがなかったんで、ね、しょうがないですね。ないもんはないんで、この辺を入れていきたいかと思います。よいしょ、さらにここにさらに入れます、ココナッツ。わあ、こいつも入れていきましょう。これでさらに南国の風味が出てしまうというね、こんな感じでございましょう。いやー、こりゃいいわこれ。うん、という感じです。そして最後にこれでもうミキシングミキシングですね。ミキシングミキシング、ちょっとミキシングできない。あー、できない。ウィーンと、ほらもう、もう何が入ってるかブスジモもわからないっていう感じでございますけどね。ほらほらほらという感じでございましょう。おい、まあこんな感じかな。あとはしばらく煮えるまで待ちましょうという感じでございますね。じゃあしばしお待ちください。はい、ということでね、だいぶカレーっぽい色の何かができましたけど、本当にカレーかどうかっていうところは微妙なところなんですよね。まあ一応こんな感じで入っております。砂糖5グラム、あ、そっか、さっき間違えた、あ、間違えたんじゃなくて隠し味で入れましたという感じですね。いやー、もうね、カレーっていうものがちょっとないんでね、別の料理でこうねやっておりますけど、何言ってるか本人も分かっておりません。あとこの辺か。よいしょ、これが爆竹だろ。爆竹はいらねえな。はい、ということでね、こうカレーがですねできましたよ。これほら、ちゃんとね時間もなりましたので、これでまあいいでしょう。これを回収しましょう。はい、もうこれうるさいんで、こいと。はい、ということでこれでちょっといろいろできます。カレーですね。いやー、カレー美味しそうだこれ。よし、じゃあこれを早速餌皿に持っていきたいかと思います。はい、ということで当店はライスというものはございませんので、このねじゃがいもを代わりに入れて、このカレースープをぶち込んでいきたいと思います。いや、これは優作さんも喜ぶでしょこれ。おお、ちょっとこれちゃんと、おお、ほいほい、ほらカレーね、ほら、もうこれカレーですよ、誰がどう見てもね。そしてこれね、付け合わせをこれ入れてね、さらにこれも入れて、まあこういう感じでございますよ。はい、ということでカレー完成でございます。まあブス島流カレーでございます。大変辛みが効いたね、非常にいいものです。ハラピエの1キロ、唐辛子も1キロくらい入ってたと思いますね。まあそう言って、まあやっております。あとはなんかいろいろぶち込んだんで、多分これでいけるんではないかと思います。じゃあこれを早速優作様にご賞味いただくために、これを出していきたいかと思います。じゃあ行きましょう。はい、できましたよという感じでね。はい、どうぞと。まあかぼちゃスープになってますけど、まあ実際カレーでございますんで、はい、どうぞ。おー、味見1位とか、ちょっと優作さん舌大丈夫かい。こんなもん美味しいわけないのにな。まあお客様のね苦情は相変わらずこういうクソみたいなのは一切受け付けませんので、まあぜひねもうご賞味ください。まあどうでしょうか。まあ今回はねざっくりとカレーをパパッと作っただけでございますけど、まあ満足していただけたでしょうか。まあかぼちゃスープになってます。ここね編集でカレーにしておきますから、カレースープにね。はい、ということで今回はこんな感じで、お客様ご来店ありがとうございます。それではブス島でした。出演して、はい、前第一村人発見。俺が噛みつきたいわ。ミニスカートにすりゃよかったな。オッケーオッケーオッケー。まあ無敵だわ。うえうえかな。尻の形くっきりしてる方が良かったりするからな。ドーン、つえーな。おい、一石二鳥。マジかよ、ちょっと待てよ、こんなの聞いてねえよ。おめえそこで読書してろよ、ねむこ。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。